みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は4連休中シルバーウィークに買ったものを紹介していきたいと思います。はいはい、ということでね、まあ、シルバーウィーク前後で買ったものですね。はいはい、ということでね、まあ、見えてると思うんですけど結構色ありますよね。はい、で、あの4連休の初日、はい、どこか行きましたね。温泉に行きました。はい、そこでお土産をね買ったんだよね。はい、なのでそちらの紹介と、2日目かな、お買い物で、しまむらとドンキに行ってスマホケースを買いました。はい、でその動画はねもう上がってるんですけど、しまむらのね購入品紹介、はい、の動画はアベールの購入品紹介と一緒に、はい、もう紹介してるので、はい、そちらを見てください。はい、ということで何のスマホケースになったのか皆さん気になるんじゃないかなと思われるので、はい、なんでちゃうちゅの、リビーがなんか下でお友達とフォートナイトをやっていまして、はい、ちょっとうるさいんですけど、うるさいんですけどすみません。今回紹介するのはその旅行に行った時に買ったお土産と、そのドンキで買ったスマホケースと、あと300均コーナーっていうの、300円ショップ、まあ、スリコじゃないんですけど、うん、これどこの、なんていう300円ショップだろう、ちょっとよくわからないですね。すいません、のちょっと後でもし分かったら出しときます。はい、ということでそれとあと無印に行ってきたの、行ってきたって言ってもまあちょっとね買いたいっていうか欲しいなと思うものがあったので買ってきたっていう感じです。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでね、まずお土産からなんですけど、まずはですこちらですよ、じゃじゃん。こちらはですね私が買ったお土産なんですけど、これボディーソープでいちご型でめちゃめちゃ可愛くない？このなんか泡が出るっていうの、その中に入ってるものが出るところが緑で、ほんといちごじゃない？可愛いと思って。可愛いよねそれね、うん、なんか使い終わってもさ中身だけ変えても良さそうじゃない？でさ匂い気にならない？うん、ちょっとビニール開けてみる？匂いは漂うんじゃないかな。いちごの匂いがするのか、それでも全然しないのか気になるよね。うん、うわ、出してるし。ちょっと見てください。なんかピンク色のジェルみたいなの出てきました。どう？なんか甘い、なんかいちごの匂いっていうか、うん、甘い感じ、甘い香り。でも言われてみればいちご。あ、じゃあやっぱ香りもちゃんといちごなんじゃない？一応なんかいちごの、うん、かき氷のいちごの匂いがします。へー、あーいちご甘い感じ。あ、でもいい匂いじゃない？結構ね、体中いちごの匂いになるってどう？なんでよくない？別にいいじゃん。髪ならまだいいよ、いちごで、うん、体がいちごの匂いってどう？いいと思う。甘いいい香りじゃないか、うん。次にね、こちらのおもちゃの卵ということで、リミちゃんが買ったんですけど、私が開けちゃっていいのかなこれ。リミちゃんが買ったんですけどね、え、いいのかな、私が開けちゃって。まあリミちゃんに戻しとこう、一回開けて戻してリミちゃんに渡して。これピーピーしちゃうよ。あ、そこはいいでしょ別に。開けてもらいました。いきます。えまさかのスイーツ？スイーツ？あ、でもかわいいかわいい。プリンセスかなこれは。ディズニーのスクイーツ入ってました。すごい。いや、マジでウケるんだけど。ディズニーのスクイーツだよなって。なんか DS ソフトが入ってるかもみたいなこと書いてあったんですけど、ディズニーのまさかスクイーズとはね。まあでもこれじゃしまっときましょう、リミちゃんにも
見てもらいましたので。でもうちらも中身知ってるよね。そうだからもしかしたら DS 嘘かもと言っとく言っとく次は300円均一の2つを紹介しましょうか。はい、まず1つ目はですね、この黒いポーチなんですけど、こちらメガネケースでして、はい、ママがね買ったんですけど、なんかね、ママメガネ持ってるんだけどそんな使わなくて、そうそうそう、視力めちゃめちゃ悪いのにメガネ使わなくてでもまだ 0.1 はあるからね何入れようかなって、まあメガネでもいいんだけど、ほんと普通にね、でもなんかメガネ入れるにはちょっと大きいかなとも思ったり、まあいろいろ後であれしてみたいと思います。お財布、お財布はいいわ、お財布はちゃんとあるからここにはお札と小銭とカードやだそれはやだ、恥ずかしいスーパーにそれ持ってく勇気ないわ、ちょっとママ、ね、これでなんかカードこう頑張ってこう出して、さすがにその時もないな、小銭次ですね、はいこちらの大丈夫待って、はい、笑いがちょっとはい、以前ね、フライングタイガーで、はい、買った充電器があるんですよ、リミちゃん。リミちゃん、これリミちゃんなんですけど、はい。壊れちゃったんですよ。あその、あえ何配線がビヨーンってなっちゃって。あ何やってんの、はい、なので、リミちゃんがすごい、ね、気に入ってた充電器で、悲しがってたので、はい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 、ライブ隊が近くにないのでね、なかなか行けないから、ないよね、あそこね、だからね、この300均にね、リミちゃんが好きそうな300均買ってきました。あ、いいじゃん、可愛くない、まあ、リミが好きそうだよね、好きそうでしょ、私はそんなだけど、うん、ここがね、ここがキラキラしてて、ここがちょっと薄くて、うんうん、なんか水色のキラキラみたいな、うん、ここもここで輝いてるよね、でここもここで輝いてて、ここもここで輝いてるはい、かわいいですね、みーちゃんにね、使ってもらいたいと思います。はい、次は無印ですね。はい、無印、私無印大好き、なぜって美味しいのがあるから美味しいカレーたち、無印は美味しい食べ物いっぱいあるよね。ないよね、本当に思う、それもうマジで今回はね、初めてね、買ってみたんですけど、はい、なんかまずね、シナモンロールちゃんですよ。はい、なんといってもこれは糖質が 10g 以下のパンということで、これ、はい、そうです、これはママが食べます。次にね、パン、お、ショコラ、これ2個あるよね。そう、これパン、お、ショコラ、リミちゃんとパパさんいいかなと、はい、はい、こちらも糖質が 10g 以下以下いいね。で、私がこちらのお、ショちゃんは塩バター、美味しそう、美味しそう、はい、ということでね、はい、今度朝ごはんで食べたいと思います。はい、結構このパンね、賞味期限が長くて、まあ、なんと10月の31日ハロウィンです。ああ、そうだね、ハロウィンすごいね、長いんですよ、賞味期限が。あと、まだ今ね、9月の26の、あ、29なんですけど、あ、今日ね、そうそうそう、あと1ヶ月もあるよ、やばくない、ね、あと1ヶ月ね、のんびり食べれるねでも私、朝で食べようと思って確かに、はい、じゃあ次、続いてはですね、こちらのケーブル収納、はい、皆さんこれ知ってますか？なんかちょっと前に、うん、まあ、バズったというほどでもないと思うんですけど、結構なんか一時期人気だったみたいで、それ動画で見てたんですけど、はい、そう、行ったらあったので買ってみました。中身がこうなっててですね、そう、こっち側がこう回るようになってこうなるんですよね。でも、あんまりごっついさ、充電器みたいなものは使えないかなと思うんで、これさっきのリミちゃんのやつちょっと巻いてみる。で、なんかごちゃつくじゃないですか、だからイヤホンとかでもいいのかもしれないけど、まあ、ケーブルなら何でもいいのかな。あれあれあれ、あ、一応少しは手で巻くんだよ。あ、なるほどね、そう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 、
まあ、こういう感じで、ちょっとこれぶっといからあんまりいっぱい巻けない？もうちょっと細めのやつだったらいっぱい巻けるのかな、うん、巻いたら、こう、こう回すみたいな。で、ここのさ、溝、横の溝から出す。そう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 。そうで、パカッてしまって、大丈夫？溝からちゃんと出てるケーブル。ちゃんと溝からは出てます。はい。こんな感じですね。で、絡まらないと。本当はもっとね、これ、このね、充電器がめっちゃ長いので、あまり、はい、わかんないかもしれないですけど。ね、これ以上回らんと入んない。そう。もうちょっとね、細いのでやればいいんですけど、ちょっとしもちゃん持ってないっていうのに、部屋に。すいません。わかりづらいかもしれないですけど。ね。うん。もう一つはですね、なんか同じやつなんですけど、ここにね、ここがついてて、こちらなんとスマホ立てになってるんですよ。すごくない？こんな感じでスマホをこう立てれて。そう、だから、あの充電しながら、後ろでこう充電器をちょっと。え、すごくない？と思って。まあ、なおかつ。めちゃめちゃフィットする、見て。立てられると。そう、結構ぴったりめなんだよね。だからケース入れてると入んないみたいな、そんな感じ。なのでちょっとこれ興味があったんでね、買ってみました。おお、大丈夫。あー、ごめんね。うん、最後はですね、なんとこちらのスマホケースを買いました。はい、アディダスか、あのうさ耳のね、やつですよ。悩んでどっちでしょうか。もう本当にね、めちゃくちゃ悩みまくって考えまくった結果、こちらになりました。じゃじゃーん。当初ね、あの動画内で迷ってたアディダスとはちょっと違って、はい、こういうなんかケースの方に結局したんだよね。もうパカパカになってるやつを買いました、うん、はい、じゃあ設置というか入れてみますか。見せみますか。おお、めっちゃフィットですね。いいじゃん。ね、マジで可愛い。見てこれ。めっちゃお気に入りだそうです。こんな感じになっててね。ここにアディダスって。可愛いと思って。はい。ということで、しほちゃん最近ね、そうスマホも気づいてくださってる方もいっぱいいたんですけど、スマホを変えました。はい。というか、まあ、しほちゃんにこれからいろいろとね、しほちゃん自身のスマホで自分自撮りでもいいんですけど、まあ、撮影をね、いろいろしてもらいたいっていう、まあ、するっていう感じの意図も あり、まあ、今もう、今までも iPhone 11じゃない。8、8だ。8。今までも iPhone 8を家族全員使ってて、でママだけちょっと早めにね、11に変えちゃったんですけど、まあ、11 Pro ですよね。そう、ママは11 Pro に変えて、はい、でその後ちょっとね、ソフトバンクさんからハガキが来て、はい、今なら今度新しい iPhone が出るじゃないですか、秋って、はい、出るんですよ。だからそれに伴ってかわかんないんですけど、今ね、もう生産はされないらしいんですけど、今売ってる iPhone 11、あ、ごめんなさい、にこれね、はい、安くっていうか、値段アップしないで交換できるよっていうハガキが来てて、それでね、ちょっとね、話を聞きに電気屋さんに行ったわけですよ。はい。でね、まあ、リミちゃんはどうしても今のスマホがお気に入りだから、それにリミちゃんまだ3年生なので、そこまでね、そんな11なんて3年生で持ってる子いないと思うので、まあ、リミちゃんはそのままにしようと思ったんですけど、まあ、パパとしほちゃん、どうしようかなと思って相談しに行ったら、うん、まあ、来月ぐらいにね、新しい iPhone12、うん、かな、出る22 言えてないけど、はい、が出るよ、出ます、22す、あれ私英語苦手。まあね、それが出るから、それを待ってもいいかもしれませんみたいなことを言ってくれてね。で、まあ、もし11に変えるんだったら、在庫がある色しかないよっていう話だったんですよ。はい。で、パパは、どうせ新しいのが来月出るんだったら、新しいスマホがいいということで、今回はね、パパは変えないっていう選択をしました。はい、で、しほちゃんどうするって言ったら、さすがにしほちゃんもね、5年生で最新機種はと思って、まあ、11だったら、安くね、
変えられるし、今までと数百円の差しか変わらないんですよ、月々、うんうんうん、ということでいろいろ話を聞いて結局変えることになりました。はい、で変えましたね。はい、まあ、しほちゃんは一応こういう YouTube とかいろいろやってもらってるので、撮影がねやっぱりあるんですよ、自分の部屋で撮ったりとか。はい、はい、なのでその辺も、あと今後ね、LINE の公式も始めるので、はい、LINE にお友達登録してもらうと、LINE のタイムラインでしか見れない動画が見れることになりまして、はい、その動画にもしほちゃんが、まあ、毎回じゃないんですけどね、撮影してもらったものも載せていこうかなということになってましてね。はい、はい、そうなんですよ。なので、しほちゃん、スマホをちょっとね、画質のいいものにしようということで、じゃあこれを機に変えてしまおうということで変えました。はい、はい、ということで今度ね、中身が見たいっていうお声があれば、中身もね多分変わってないと思います。そう、全く変わってないです。そのままこう映しちゃったから、ほんと前回のとほんともう丸っきりそのまま映ったような感じ。はい、はい、なので変わってないと思うんですけども、一応見たいっていう声があれば紹介してもいいかなと思います。はい、ということで、はい、以上でございます。はい、はい、ということで今回もね、4連休中シルバーウィークの時にね買った購入品紹介をしてみました。はい、はい、まあ、ちょっと買ったものあんまりなかったんでね、動画にしようか迷ったんですけど、ねね、一応この辺ね、こう卵ちゃんとか映ってる？映ってます。こう卵ちゃんとかを気になるかなって思った方のためにあとこのスマホケースどっちにしたのっていう、その気になった方のために、はい、はい、ちょっとね商品少ないんですけど動画にしました。はい、はい、ということでそれではバイバーイ。